はい、皆さんこんにちは、村岡美里です。今日はですね、リエンダからフレグランスシリーズが出たということで、こちらのモテ香水をおすすめさせていただきたいと思います。今からですね、寒い時期になってくるので、ジメジメした湿気が多い時期よりもさっぱりと香水があんまり嫌な感じなく使っていただきやすいかなという時期ですし、香りもね、まといやすい時期になってくると思うので、リエンダの香水を試していただきたいなと思って今回は動画を撮らせていただいたんですけど、本当にね、匂いがめちゃくちゃ良すぎるので、単純にいい匂いっていうことも今回ご紹介させていただきたいので、ぜひ最後まで見ていってくださると嬉しいです。それではまずリエンダの今回の香水は2種類の香りがあります。まずスイートアディクティブという香りとクリアチャームという香り、2種類ございます。まずこちらのスイートアディクティブという香りなんですが、こちらはリエンダ定番の香りで、もともとリエンダはフレグランスシリーズがすごく人気のブランドだったんですけど、一旦ちょっと廃止になって、もう一回今回リニューアルしたんですけど、昔のフレグランスシリーズですごく人気だった香りの再復活といったような形です。こちらは甘酸っぱいフルーティーな香りが特徴で、でもその中にもこうお花のようなフローラルな清潔感のある香りも含まれているので、ちょっと可愛さと上品さどっちも楽しめるような万人受けの香水でございます。結構やっぱスタッフもこれ推しみたいな子はやっぱり多いですので、もうほんと人気の香りでございます。ちょっと可愛い雰囲気になりたい方はこちらがおすすめで、もう一つがクリアチャームという、今回のフレグランスシリーズのリニューアルに合わせて作られた香りなんですけど、甘酸っぱいフローラル系に対してかなりエレガントな、もう本当にこうお花の香りというようなフローラルな雰囲気がある香水がこちらの香水でございます。で、今回こちらはオードトワレなので、持続時間が2時間から5時間ぐらいの程よい香り方をするので、だいたい30分前とかに振るのが程よい香りが出るポイントと言われているので、ぜひね、30分前にふっと振ってみてください。で、手首とかもいい場所で、アルコールってこう蒸発して上に行くので、高い位置につければつけるほど強く香るんですよね。なので結構香水の香りの主張を強めたい時とかは、それこそ手首とか、よくあるこの首筋とかですねに振るのもすごくポイントなんですけど、職場とかで香りが気になっちゃったりとか、私香水それで苦手なんですっていう方は、例えば私ね、よくやるのがお腹の部分にシュッてしたりとか、そう、着る前にインナーの上からシュッてしたりとか、あと腰とか、男の人は結構腰とか色っぽく香るからすごいおすすめですし、なんかね、手に取ってこう毛先にパパってつけといたら髪が動くたびに匂ったりとか、例えばお食事に行くシーンとかだと膝裏とか足首がすごくおすすめだったりとか、ちょっとシーンによってね、変えてみるのもすごくいいと思います。皆さんの香水のつけるおすすめの場所があれば教えていただければ嬉しいです。なんかカバンの中とかもあるよね、シュッて、しかもね、ボトルもすごい可愛いんですよ、ね、デザイン性がすごいあって、やっぱりテンションが上がりますよね。このね、柄のとこもこういう大理石のデザインになっていて、すごい高級感あふれる柄でございます。で、スイートはピンクのカラーで、クリアチャームはイエローっぽいカラーになってます。これもすごい可愛いです。で、このボトルなんですけど、透明度の高いボトルを使用しているので、そちらもまたすごく高級感が出るポイントでございます。こちらも可愛い可愛いケースに入ってくるので、ぜひプレゼントにもおすすめでございます。で、今回このフレグランスシリーズですが、オードトワレ香水だけではなくて、いろいろなシリーズが出てるので、そちらもご紹介させてください。まずですね、じゃじゃん、はい、もうまさに今の時期とっても嬉しい除菌ジェルでございます。パチ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 、そうなんですよ。こちらもスイートとクリアチャームの2種類の香りで除菌ジェルが出ております。こちらはアルコールを使っていないため、アルコールアレルギーがある方でも除菌ができる仕様になってますし、手が荒れない、肌にすっ
ごく優しいので本当におすすめ。アルコールの時期でね、手がすごく荒れちゃってカサカサした経験もあったんですけど、もうこちらやっぱアルコールフリーなのですごく安心して使えるのと、あとお子さんがいらっしゃる方とかがっつりね、アルコールが強いものだと不安っていう声とかもあると思うんですけど、最悪ね、こうパッてね、こうジェルしてる時にお子さんがうわーって絡んできてね、お口にベタとかでも最悪大丈夫なぐらい本当に安心できる除菌ジェルでございます。で本当にね、こうベタつかないし程よく香ってくれるので、なんかね、ジェルもこんな感じなんですよ。こうね、こういう感じ。あ、おーおー、そう、結構サラサラなジェルでさーっとなじましてもらったらめちゃくちゃ程よく香るので、でもサラサラです。なのでぜひこちらも皆さんゲットしてみてください。もし香水がちょっとハードル高い方とかは、日々使うこの除菌ジェルで楽しんでいただくのもありかと思います。もうね、除菌ジェルとはね、長い付き合いになりそうなので、お気に入りを見つけてください。またこれもね、可愛いですよね。ボトルもすごく可愛いです。まだまだございますのでご紹介させてください。次はじゃじゃん、また似たようなボトルで、こうね、長方形のワイドなデザインなんですが、リエンダのファブリックミストでございます。こちらはですね、衣類とか空間とかに使えるファブリックミストで、消臭効果と香り付けのどちらの効果もあるので、これめっちゃおすすめかもです。夏はね、結構洗えるものが多かったりとか、生地的にもね、こうイージーケアなものが多いと思うんですけど、冬はやっぱりニットとかね、アウターとか分厚いものになればなるほどね、もうやっぱり毎回毎回クリーニング出すわけにもいかないと思うんですけど、こちらのファブリックミストがあったら消臭効果もありますし、まあ、例えばおタバコ吸われる方とかは洗浄出た瞬間にシュッシュッシュッとね、お洋服に振ったりとかするだけでもいい香りもつくし、消臭効果もあるっていう、もう最高なこちらファブリックミストでございます。霧吹き状でふわっと細かく霧が出るので、私ね、結構これあれです、ベッドルームとかに寝る前にシュッシュッって振って寝たりするとめちゃくちゃ癒しな香りなので、こちらもおすすめでございます。おうち関連もう一個あります。なんとじゃじゃーん、ディフューザーもあるんです。ディフューザーはもうインテリアとしていかがでしょうかというシャープでかっこいいボトルで、この蓋の部分も真っ黒な、はい、こういう光沢感のある蓋になっていて、スティックはブラックで統一してあります。インテリアとして常にお家に置くものだと思うので、こちらは国内で作られていて安心して使っていただけます。お家はスイートの方を使ってるんですけど、入ってきた時にすごく気分が癒されますし、お家時間が多い今だからこそちょっとね、贅沢な環境にしちゃってもいいのかなと思います。で、ディフューザーもこんなにね、かっこいい入れ物に入っております。もうパッケージがまずすごい可愛いですよね。で、よーく見るとシルバーでこういう風に書いてあるので、プレゼントにもぴったりです。安心して選んでいただけるような万人受けの香りなので、こちらもすごくおすすめでございます。今回はリエンダのフレグランスシリーズをご紹介させていただきました。このスイートとクリアチャームの2種類なんですが、最後にですね、こちらの香りの雰囲気に合わせたデートコーデを私がちょっと組んでみたので、スイートアディクティブは少し甘酸っぱい可愛らしい感じと、あとクリアチャームはちょっと大人で上品な香りでスタイリングを組んでみたので、よかったら最後それも見てみてください。一つ目のコーディネートはクリアチャームの大人っぽいエレガントな雰囲気に合わせたコーディネートにしてみました。レザーのセットアップなのですが、カラーがライトグリーンという柔らかい色を使うことによって、攻めてるんですけどどこか上品で女性らしい雰囲気を演出しています。二つ目のコーディネートはスイートアディクティブの甘酸っぱくフルーティーな香りをイメージしてコーディネートしてみました。ボリュームのある大胆なパフスリーブとキュッと締まったウエストにふわっと広がるフレアシルエットがすごくフェミニンで女性らしく可愛い印象で着ていただけます。
で概要欄から直接ご購入できるようになってますし、全国のリエンダでも実際テスターが置いてあるので、まあ、香りなのでね、一回嗅いでみたいなって方はぜひお近くのリエンダで嗅いでみてください。私はこうやってインスタもやってるので、よかったら皆さんチェックもよろしくお願いいたします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。